ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて今回は、どんな解説を聞かせてもらえるのかしら？申し訳ないんだが、今回は MMORPG のやり込みに忙しくて、霊夢に付き合う時間が捻出できそうにないぜ。ちょっと、そんな寂しいことを言わないでよー。そもそも MMORPG って何なの？お？聞いてくれるのか？簡潔にね。OK、MMORPG とは、マッシブリーマルチプレイヤーオンラインロールプレイングゲームのことで、インターネットを介して数百人から数千人規模のプレイヤーたちと同時に遊べる、オンラインゲームのことなんだぜ。RPG なら私もやったことがあるけど、それと何が違うの？普通の RPG は仲間や敵が決まった動きをするだろ？それと比べて MMOK に出てくるキャラクターは、世界のどこかに住んでいる誰かによって操作されているため、予測不可能な動きをする上に、複数のプレイヤー同士と協力したり妨害をし合うことで、戦略的なコミュニケーションがリアルタイムで取れるのが特徴なんだぜ。一つのゲームを、遠く離れている人と一緒にやるって感じなのね。ゲームによってはストーリーを進めていくよりも、プレイヤー同士のコミュニケーションに重きを置いたものも多く、楽しみ方は人それぞれなところも人気だったんだがな。あら、雲行きが怪しくなってきたわね。実は巷ではオワコン化してきていると噂されているんだぜ。そうなんだ。よし、では少しでも新規勢が増えるように。今回は、オワコン化したオンラインゲームについて解説をしていこうと思うぜ。オンラインだからこその魅力と現在の危機感を紹介することにより、良心に語りかける作戦ね。そうとも言うな。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ではまずは、ドラゴンクエスト10オンラインを紹介していこう。RPG といえばドラクエは外せないわよね。このゲームは、ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族オンライン、というタイトルで発売され、2012年8月に Wii 版、2013年3月に EU 版、2013年9月に Windows 版が発売。PlayStation 4と Nintendo Switch 版が2017年に発売された後、ドコモの Android 端末や Nintendo 3DS 版向けに、サービスが順次開始されたオンラインゲームなんだぜ。さすがのドラクエ、幅広くやっているわね。そんなドラクエ10の基本ストーリーは、元の姿を取り戻しボスを倒すため旅を始める、といった内容になっており、まずはオフラインのままオープニングシナリオを進めていき、その後オンラインモードへと進む流れになっているんだ。オフラインで操作性に慣れてねってことね。オンラインモードになると、他のプレイヤーとチャットで会話ができたり、一人だと攻略困難な場所や危険な魔物も、他のプレイヤーと一緒に立ち向かうことができ、できることが一気に増えるだけではなく、冒険者同士でチームを作り、お揃いのエンブレムがついた盾などを持ったり、チームメンバーとチャットをしたりして交流を深めることができるんだぜ。一人でドラクエをプレイしている時も楽しかったけど、みんなとリアルタイムに交流して、作戦を練りながらプレイをするともっと面白そうね。それなのになぜオワコン化なんて言われているの？実際にプレイしたことがある人たちの書き込みを見てみると、イベントもいろいろやってるとはいえ、ほとんどが季節限定だったり期間限定だったり、面白いコンテンツでもすぐできなくなるから、メイン終わったライトユーザーのやれることが本当に限られる。といった運営に対する不満や、装備を職人作業に優先しすぎている上に、良い装備一式を揃えるとなると莫大なゴールドがかかってくる。そのゴールドを集めるために時間も手間もかかるから、初心者がついてこれるわけがない。といった、社会人ユーザーを置き去りにしている状況に対した苦言。ディレクターが個人的な趣味でボイス入れちゃったのがでかいよな。今まで余裕だったのにあれで一気に容量跳ね上がった。ただでさえカツカツの予算が声優への賃金でさらに削られたし、イメージに一切合わない声優当てられてぶち壊しにされたキャラもいたし、何もいいことなかったよ。という、データ容量や声入れに対しての不満が数多く書き込まれていたんだぜ。長く楽しんでもらえるようにシステムを練りすぎた結果、裏目に出ちゃったということね。もったいないからと、カルピスの原液を薄めまくって飲んだ結果、もはや何の味だかよくわからなくなってしまった子供の頃を思い出すぜ。その気持ちわかるー。一時期は低予算でも運用可能な標準的システムを兼ね備えた FF11 と、何かと比較されては惨敗続きだったドラクエ10だったが、2022年頃からシステム内容が一気に緩和されたことで最新武器がタダで手に入ったり、レベルも簡単に上がるようになったんだぜ。
新規勢が参加しやすくなったってことね。それと合わせて、古参勢だからこそ心に響く内容のチャットが運営から届けられたりと、ドラクエ10の粋な計らいに再度注目が集まっているんだぜ。この様子だと、ドラクエはまだまだ終わらなさそうね。終わらなさそう、じゃなくて終わらないんだぜ。その証拠にこの画像を見てくれ。10周年はゴールじゃなくてスタート、って書いてある。その通り。ということで、次は20周年を目指して頑張ってもらいたいぜ。ドラクエ20周年を迎えた頃にまた解説をお願いするわね。次は、先ほどのドラクエ10と何かしら比べられることが多い、ファイナルファンタジー11。通称 FF11 だ。ドラクエ派か FF 派で分かれるわよね。ちなみに私はアークザラッド派だぜ。新しい派閥が出てきたけど分からないわよ。個人的な好みだからさらっと流してくれ。はいはい。それで FF11 がどうしたって？FF11 はスクウェア・エニックスが2002年にサービスを開始した初のオンラインゲームで、世界初のコンシューマーゲーム用 MMORPG として注目を集めた作品なんだぜ。コンシューマー？簡単に言えば、家庭用ゲーム機でできるオンラインゲームってことだぜ。なるほどね。その注目度の高さから、サービス初日にはプレイヤーが殺到してなかなかログインができなかったり、ログインできたとしても初めて MMOK に触れる人が多かったため、その場に座り込むことによって HP や MP が回復する機能を知らずに、時間をかけて存在しない宿屋を探したり、街の作りが広大すぎて出られないといったこともあったんだぜ。まさに嬉しい悲鳴ってやつね。おまけに、そんな悩みを他のプレイヤーとチャットで教え合うという、オンラインゲームならではの光景もあって、一時期は大盛り上がりを見せていたんだが、今はオワコンって言われているんでしょ？公式が2015年11月をもって大規模なバージョンアップを終了、と宣言しているところを見ると、自他ともに認めるオワコンだと受け捉えられてもしょうがないよな。公式も認めちゃってるのなら間違いなさそうね。だけどな、愛着を持って未だにプレイしている人が多いのも事実で、遊んでくれる人がいる以上、ゲームを終了させることはないとも宣言をしているんだ。プレイヤーを大切にしてくれる運営の気持ちに感動だわ。そんな FF11 なんだが、プレイヤーが過疎化したことは紛れもない事実であり。レベル上げの現地に行くのに何十分もかかってたし、ゲームオーバーになったら何時間もの努力が水の泡で緊張感が半端なかった。HP、MP 回復にしゃがんで時間を潰す必要があって、ライフスタイル合わなかった。など、当時の辛口設定に対しての苦言が多かったんだぜ。プレイヤーに辛口設定だと言わしめさせた例を挙げさせてもらうと。1、初期の頃はワープ機能がなく、移動は徒歩やチョコボに乗る必要があった。2、なのにもかかわらず、移動速度を上げる装備の入手が困難すぎた。3、レベルを1個上げるために2、3時間以上かかった。4、上限レベルに達したキャラクターに用意されたシステムである、メリットポイントの取得にも時間がかかった。5、トップランクのプレイヤーですら作成に1年近くかかる最強武器がある。などがあるぜ。この設定だと、ストーリーをクリアするのに途方もない時間や労力が必要になりそうね。だからみんな離れていってしまったんだ。そういうことだぜ。だけどな、その後のアップデートで辛口設定は徐々に緩和されていき、2022年5月には無事に20周年を迎えることができているんだ。FF11 も長いこと愛され続けているオンラインゲームなのね。それで今後の活動はどんな感じなの？公式によると、月に一度のバージョンアップは今後も必ず継続。FF11 の安定化や、様々な PC 環境下でも問題なくプレイできるという部分を保証したい。と語っているし、老朽化したサーバーを新しいものに取り替えることも予定しているようだから、今まで以上に盛り上がっていく可能性が高いぜ。ということは、今から冒険者になって冒険を楽しむのも遅くないってことね。ドラクエ10もやって FF11 もやって、時間がいくらあっても足りないわー。最後に紹介するオワコン化したオンラインゲームは、メイプルストーリーだ。このゲームは2003年12月からサービスを開始しており、ドット調の懐かしくも可愛いグラフィックと、2D 横スクロール型のアクションシステムが人気のオンラインゲームなんだぜ。アニメや Nintendo DS のゲーム、スマホゲームにもなったわよね。そんなメイプルストーリーの基本の遊び方は、狩りをしたりクエストをクリアしたりして、自分が作ったキャラクターを育てていくのが醍醐味となっているんだ。テレビ CM を見た感じ、いろいろなキャラクターがたくさん登場していたわよね。
誰一人同じ見た目のキャラクターがいなかったような。性別やそれぞれのパーツはもちろんのこと。50種以上の職業から自分だけのキャラクターを作り出させるから。全く同じ見た目のキャラクターに出会う確率は奇跡に近いと思うぜ。おまけに装備できるアイテムもかなりの数があるし、見た目も変わるから。キャラクター作りが好きな人にはたまらないだろうな。私もそのタイプだわ。ここまで聞いた感じ、ハマる人が多くてオワコン化する要素がなさそうなんだけど。本当にオワコン化しているの？公式のホームページを見てみると、2023年現在もイベント情報が更新されているし、定期的にアップデートもされているからサービスは終了してはいない。が、どうやら2010年頃から、メイプルはオワコン、サービスが終了する。という噂が囁かれ続けていたようなんだぜ。10年以上も前から言われていたのになかなか頑張っているわね。ところで2010年に一体何があったの？従来のメイプルの魅力を消し去る大型アップデートが入ってしまったんだぜ。ああ、俗に言う解約ってやつね。アップデート前のメイプルの魅力は、1、レベルが上がりにくく武器、スキルの能力が低いこともあってキャラクターが弱い。2、その割に敵が強いため強力プレイが必須となる。3、序盤の敵であっても低確率でレアアイテムがドロップする。だったんだが、アップデート後は、1、レベルが上がりやすくなり武器、スキルの能力が強くなった。2、その割に敵が弱くなってソロプレイでも攻略できるようになった。3、レアアイテムはボスからしかドロップしなくなった。という仕様に変更されたんだぜ。ここまで正反対の変更をされると別物のゲームになっちゃうわよね。おまけに、運営の対応の悪さも人気低迷に拍車をかけたんだぜ。運営さん、何をやらかしちゃったの？メイプル内で発生したトラブルには一切関わらないと宣言したり、アップデート後に見つかったバグを修正するのに19時間以上もメンテをしたり、アカウントを間違ってバンをしたなど、惜しげもなく無能っぷりを披露しているんだぜ。おお、なかなかね。最近ではその無能っぷりを逆手に取り、爆竹バンバンというイベントに参加したプレイヤーが、バグによって赤バンされて炎上したことを自らネタにして、ゲーム内の有名キャラクターであるキノコをバーナーで焼いている動画を上げたり、スマホ版のメイプルストーリーが登場した際に、これ、PC 版でよくね？などという、自虐に見せかけたさりげない誘導をしてファンを沸かせたりしたんだぜ。見事に開き直っているじゃない、その精神好きよ。極めつけは、5周年記念公式ソングとして野沢雅子さんが歌っている、ヒストリーの歌詞の内容だぜ。野沢さんってドラゴンボールの悟空たちの声を担当しているレジェンド声優さんね。そんな大物にどんな内容を歌わせたの？2010年に行われた解約アップデートや長時間メンテ、誤って実施してしまった経験値1024倍イベントなどを盛り込んだ、盛大な自虐ネタの歌詞を歌ってもらっているぜ。そこまで行くと開き直りすぎ。そんなメイプルストーリーなんだが、愛されるクソゲーとしての地位を確立することに成功し、現在も一部のコアなファンから人気を得ているから、実際にオワコンとなるのは先の話だろうな。運営さんが気になるから私も始めてみようかしら。さて今回は、オワコン化したオンラインゲームについて解説をしたが、気になったゲームはあったか？正直、全部気になったわよ。それは何よりだぜ。今の時代、誰かと絡みながらゲームをすることに苦痛を感じる人が増えているし、そもそもゲームをする時間がない人が多いから、霊夢のような人材は丁重に扱わせてもらうぜ。あら、なんだか特別感。ということで、今からオンラインゲームの基本をマンツーマンで教えてあげるぜ。あ、それは遠慮させてほしい。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。